嘘だよしかないタイムラインにえ、これで15分終わる、もしかして今日。こわー乙女、乙女嘘がいっぱいある、怖いね乙女ちゃん嘘だって。そうか、乙女あ、かわいい、あ、今見えてない、絶対今かわいかった、ごめんなさい、嘘だよしか見えない、嘘だよとハートいっぱいありがとうございます乙女ちゃん寝てたのに起きてくれたの、おはよう、よいしょ、おとめちゃん、大好き、ありがとう嘘だよいっぱいありがとう、こんなに止まらないんだねこれ今日限定のギフト、もしかして、え、なに、今日は15分、今日も昨日と同じ15分配信になってしまうんですけど、テロップ出たら終わりで、あ、見えないけどミラーボールハート、嘘だよ、ありがとうございます。え、みんなの方にはコメント見えてるの、あ、今一瞬ピカピカ見えた何これえ初めてすぎてちょっと怖っ、え、他のメンバーもこんなだった、これ、あ、目大丈夫って今コメント見えた、あ、こんばんは、こんばんは、目はちょっと今は目薬さしたばかりなのでなんとか保ってます、目描いてるわけでもないんだけど、なんか線が変になってく、目、目の痙攣、なんていうんだ、目の痙攣かがすごいの、もう左だけが、明るい画面とかもう太陽の光ですら眩しすぎて痛いの、やばい、え、コメントオンリーだけでどこ、あ、できた、ありがとう、え、2000個もあるの、それ1人、あ、でもコメント待って、全然少ないえ、コメント見れた、でも確かに有料ギフトはあれだね、見れてないかも、あ、ごめんなさい、え、見れた、コメントありがとう、初訪問の方ありがとうございます、それも見えました、こんばんは、こんばんは、あ、抽選で数千個もらえる、数がレベチだねやば睡眠不足が一番大きいねでも画面の見過ぎは本当にある、どんどん目が視力が落ちてきてるもん、やばい、本当に見なきゃいけないのに、花粉症は大丈夫です、もう鼻水、咳、喉の痛みないです、外に出てもやっぱり花粉症ではなかったです、病院はまだ行ってません、ちょっと行く暇がないです、でもいつか必ず行くので、ここ1ヶ月は忙しいですね目がずっとゴロゴロしてる、うん、かわいそう、私はコンタクトでずっとゴロゴロしてるまあ
けすぎっていうのもあるな。その使用期限時間はちゃんと守ってるんだけど。え、何？視力落ちると眼内障っていうの、これ緑内障聞いたことあるぞ。可能性高くなるよ。聞いたことある、それ怖っ。そう、ずっとコンタクト、やばい。カラコンを毎日使ってるので、やっぱさ、ケチって使用期限守らない人とかやっぱ世の中いるんですよね、たくさん。でも私はこれ以上目悪くなりたくないし、ね、一生目が見える、見えなくなる方が嫌なので、ちゃんと守ってる。ワンデーもたまに使うし、基本はワンマンス。2ウィーク最近買ってないんだよな。絶対ワンデーの方がいい。なんだろう、お金はかかるけど目は綺麗に保てるよね、やっぱり。緑内障怖っ。そう、一番目が見えなくなって困る理由が、家族と大切なペットたちが自分のこの目で確かめられなくなるのが嫌だなっていうのがちっちゃい頃から思っててそれでちゃんと守ってる、いつも。そう、家族からよく言われてた、目は本当に大事にしてって、まあ、だけど視力はどんどん落ちていく一方なんですけど、まあ、しょうがないしょうがないね。そう、嘘が止まらんね嘘が止まらん。みんな平気でこんな簡単に嘘はついちゃダメだよギフトだからいいけど。すっごいいっぱい嘘ついてるね、みんな逆にさ、私が嘘の人みたいだよね、なんか。ここにあるこんばんは、こんばんは。え、これみんな自動で投げてるの、それとも手動？手痛くならん？大丈夫？そうだよ、嘘にまみれた世界にならないようにね。まあ、時には嘘をつかなければいけない時が来るかもしれないけど、基本は NG なんでね。みんな連打すごい、投げるのや諦めた数が多かったらね、50個100個だったらまだ、まあ、頑張るかってなるよね。エイプリルフール、なんか嘘つこうと思った、全く思わない。本当に言葉悪いかもしれないけど、しょうもないんでなんか嘘って分かる嘘ついても、嘘か分からない嘘ついても、私は絶対に人を不幸にさせてしまう気持ちがちょっとでも芽生えるのであれば言わない方がいいと思ってるスタンスなので、昔から。エピリルフール嘘ついたことないかも、記憶上ね。でも企業さんとかの可愛いなんかお菓子とかそういうのは大好き見てて不快にならない、見ていたい。そういうのは現実になってほしいなと思うものもいっぱいあるしちなみに今日ポケスリのなんか世界睡眠なんとかの大会の SNS 出てて、普通に信じたら嘘だったなあれ
チュリさんと一緒だった。チュリさんもあの騙されてました。私も騙されました。あれは信じちゃうちょっと作り込みすごい。ポケモン様がまさかあそこまでやると思わなくて、今までで初じゃない？あんなにやったのすごいよね。なんかポケモンならやりそうだなってやっぱどこか思ったし確かに好きすぎると信じちゃうのあるね。なんでも怖っ。怖いね。依存してる。え、そう思うと依存って怖いね。まだポケモンだからいいけどさ、これがリアルな人間とかだったらどうなっちゃうことかって感じだよね。危ない危ない。みんなも気をつけてな、本当に。アイドルの私が何を言ってるんだって感じなんですけど、ですけどちょっと気をつけてね。怖い怖い。で今5分10分ぐらい喋ってるけどまだ止まりません、この大量の嘘がすごどうする乙女、嘘いっぱいいるよ乙女ちゃん、ドメちゃん、ゴロゴロすごいね。ちゃんと一人でいるときゴロゴロ言わない。ここに来たらゴロゴロ言ってるよみんなわかるか。音のゴロゴロ大きいもんね。いい音。あ、見えた。守りたいこの笑顔。ありがとうございます。絶対見落としてるギフトある、ごめんなさい。お利口です。乙女ちゃんね、今日ね初めてこれ食べたらとんでもなく美味しくて、私ラムネちっちゃい頃好きだったけど最近食べてなかったのね。でもこれはラムネじゃだけじゃなくてハイチュウみたいな感じなの。これ生ラムネ、生ラムネってこういうものなのかな。いや本当に美味しかった。私が惹かれたのは、あ、捨てちゃったなんて書いてあったっけな、集中したい時のお供みたいな集中するためにやっぱ糖分必要じゃないですか。ラムネがいいみたいなものが書いてあったのでそれに惹かれて買っちゃった。今日集中できたかって言われるとお家に帰ってきて今これ食べたのでこれからですね、配信が終わってからまた集中タイムに入りますブドウ糖を取るのがいいんだね。こんばんは。今日の夜ご飯はですね、おにぎりときゅうりの一本漬けを食べました。昨日だっけ配信で話してたの、喋ってないか。またきゅうりの一本漬けを食べる生活が始まった。やっぱ美味しい、ハマっちゃう美味しさ。水分も取れるしね。そう、きゅうりはもともと好きで。あ、15分だった。今日で388。ありがとうございます。さやや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 。
ていうね。388 この間なんだっけ、あ、383だ、サーヤさん。もう終わっちゃうね。めちゃ明日は、あ、待って、天候してから終わります。今日の配信忘れてた。すごいでしょ、止めなんだっけ、そう、明日の時間がない公演、劇場に見に来てくれる方、みんなさ、嘘のギフト投げてるからコメント打てないかなもしかしていやでもさっきよりは減ってきた開いた、2、3、4、5、あ、DMM、 うん、ごめんね、ありがとう、配信でも見てほしい。明日は通常公演だよね。まあちょっといつもより配信が早いから見てない方も多いのかな帽子取った後、白サイリウムがどれぐらいあるか楽しみにしています。明日もそう、4月の5日だっけ、5日が手をつなぎながら公演で、4月の13が時間がない公演、冬ちゃんの生誕祭で、14日が手をつなぎながら公演に出演します。手つな出たり出なかったりの差がすごいんですが今月は公演がいっぱいありそうですね。そう、久しぶりにまた2日連続公演ですふふふ木曜日あるかな、時間がないからですね。大丈夫、あのね、逆の方が怖いんですよ私鉄なで体力全振りしちゃうんで、僕は逆なので大丈夫、持ちますえ、土日 ?13、14 って本当？珍しい。鉄縄土日あるか。じゃあいつも見られない方が見られるかもって言っても、時間がない公演は冬ちゃんのファンの方たちがいっぱいいると信じてあとはその日がね、初アンダーに12期研究生のにじにじちゃん、ココミンが出てくれるんですよ。そうなの。去年の私の時間がない公演では初めての生誕祭の時と同じ感じですね。そう、え、そう、鉄なね14日あのワンクルート初めて出れるんです私。見た時さ、びっくりした。あ、ワンクルいるやんと思って、え、やっと出れるんだけど、え、初めて、初めてだよね、あれ違う、2回目、サックがまだ一緒に鉄の出たことなくて、あれ2回目かな、ワンコール、あ、2回目だ、前ユニット一緒にやったバーコード、そうだ、初めての気持ちだった、ごめんなさいでもそれぐらい嬉しかったの、名前を見た時そうなの、楽しみにしてる、そう、新鮮な気持ちで楽しみます
そう、ワンクロ今年初って言ってたよ、鉄な。そうなんです、楽しみにしてよ。15分過ぎてますね、だいぶ、ごめんなさい。明日は時間がない公演、頑張ります。ねえ乙女、あ、見て、ちゃんと私もゲットしました。ゲットした、もらいました。みんなもゲットしてくれたよね。こっちはランダムなんだよね。ゲットしてね。実家に送ります。自分で自分のグッズを首から下げることはないので。もうさ、実家の自分の部屋が自分のグッズ多すぎてやばい。クローゼットパンパン、本当に。結局家族に渡したとしても同じ家で同じ、まあ別のクローゼットだけどパンパンになっちゃうのは一緒だから渡してない。本当はあげたいんだけどね。一瞬ね、一瞬というか欲しいって言ってくれる子にあげようかなと思ったんですけど、でもやっぱこれってさ、意外と私ねSK48 に加入させていただいて、なんていうの、こういうグッズって当たり前じゃないじゃないですか。でファンの方もメンバーにプレゼントしないじゃん、本人に、この本人のグッズを。そうだから、その時その時の自分のオリジナルグッズを一生のなんか宝物にしておきたくて、ちゃんと自分は SK にいたんだよっていう証拠じゃないけどなんか取っておきたいんですよね。そうなの、なんか可愛いし、普通にわかるでしょ。そうなの、大事です。おばあちゃんになっても一生お家に飾る、飾るというかしまっておく、大切にね、乙女。ポスターはもらえません、こういうグッズしかないんです。そうなんね、乙女ちゃん。かわいいね、今日もありがとう、生きてくれて。ね、終わりにします。あ、終わる頃に嘘がまばらになってきました、なくなってきました。明日の公演楽しみにしてます。うわ、もう明日こそ TikTok 撮りたい、本当に。一人でもいいから撮りたいのがあるんだ、頑張ろう。一番に準備を終わらせようかな明日。頑張ります。1位ハニワのアバターさん、2位ハッピーさん、3位バツマルくん、4位カレーのアバターさん、5位ハッピーさん、6位サーさん、おー、7位クマちゃん、8位ハッピーさん、9位猫ちゃん、10位アニバーサリー、11位サーさん、12位ハッピーさん、13位だるまくん。
け。はい、皆さん落ち込む皆さんありがとうございました。ありがとうございました。まんまるちゃん、抱っこは嫌なのに近くにいるね、かわいい。ありがとうございました皆さんおやすみなさい。ゆっくり休んでね、みんな。ありがとうね。バイバイ。バイバイ。